おい、あれ見てみろよ。もしかしてメグミン？なんてデザインだ。勝てねえ。あんなの反則だろ。はあ、気持ちいいです。皆からの羨望の眼差し、最高です。兄ちゃんニヤニヤしてる。メグミンさんのその姿、本当にかっこいいです。私も早くあんな風になりたいです。イリス、何度も言うけど、格好良さと強さは関係ないからな。何を言ってるの？終わりよ。先生、いえ、我が心の師。課外授業行かせて正解だったみたいね。あなたは自分の限界を見つけられたんだもの。自分の限界？名乗りをうまく言えないことでしょうか。あ、ピンチを演出できないというのもありますね。確かにそれも大事なことね。でもその根っこのところにはもっと重要なものがあって。はい、難しい言葉を操る語彙力。はい、何でも食べられる食欲。ふっ、二人とも甘いですね。今まさに絶好調なこの私が答えましょう。それは見るものを興奮させる圧倒的なセンスです。どう、わかったかしら？全然わからん。すみません、私もどれが正解なのか。メグミンたちはみんなしっかり示してくれたわ。イリス、よく考えてみて。もしかしてどれも正解？コウマ族にとって大切なものは人それぞれという。全然違うわ。そんな世間に配慮したかのようなつまらない答え、犬にでも食わせてしまいなさい。そんな。お兄様、お分かりになりますか？分からないし、分かりたくもない。仕方ないわね。いい？コウマ族は好きあらば前に出て誰よりも目立つ。その精神が第一。そういえば魔道具を探していた時もメグミンさんとアレイさんが言い争っていました。あれは前に出ようとする心がそうさせていたんですね。私、もっと皆様のことを見習わせていただきます。教え子の成長が見られて何よりだわ。納得がいくまで私のこの立ち振る舞いを見て学びなさい。おっと、教員とはいえそれは譲れませんよ。彼女を誘ったのはこの私ですし、この素晴らしい衣装を着ているのですから。イリスは成長したいのだったね。ならばコウマ族随一の発育を誇るこの私が参考になると思うよ。あの皆様、こうなったら。ええ、あなたが決めてください。このコウマの里で最も参考にしたいコウマ族オブコウマ族は誰なのか。いざ、コウマの高みへ。優勝はコメッカー。わーい。ふうふう、混沌なる聖戦を制しやがった。なぜですか。こんな大事な時に限って調子が出ないなど。すみません、たくさんの人に立候補してもらったのに。いつの間にかナンバーワンコウマ族を決める大会とか言って族長まで手を挙げ出したからな。皆様、確かに素晴らしい特技やアピールでしたけど、コメッコさんが一生懸命食べている姿が可愛らしくて。それはコウマ族の姿とは違う気もですが、妹の勝利は喜ばしいこと。負けを認めましょう。優勝商品はどんな食べ物？族長のお金で好きなだけ食べるといいよ。自分が負けたら何でも願いを叶えてやると言っていたからね。わーい。やれやれ、お祭り騒ぎが好きな連中だな。ん？
れは封印されしモンスター。倒したはずだがまだ残っていたのか。この騒ぎでおびき寄せられてしまったようだね。ここは私の出番です。大会では遅れを取りましたが、禁断の力見せてあげましょう。このスバ、金髪のお姉ちゃんすごいやる気。このスバ、やっぱりコウマ族の皆様はお強いですね。私も負けてはいられません。イリス、いけるか。ええ、お兄様。使徒、それから友達からの教えを今出し切ります。我が名はアイリス、ペルゼルグ通一の聖剣使いにして、高級にこの地を守りし者、セイクリッドエクスプロード。おお、金髪のお兄ちゃんすごい。やるね。戦いに関しては本当に随一だよ。名乗りもバッチリ決まっていたんじゃないかい。やったな、すごい一撃だったぞ。ちゃんとかっこよくできてよかったです。お見事です。ただ油断はいけませんよ。あ、まだ息が。最後の力を振り絞っているのでしょう。ですがここには私がいます。とう、姉ちゃんかっこいい。した。これは見事に口上を言えたイリスへの祝いです。我が渾身の洗練された名乗りをとくと見るがいい。メグミンさん、はい、そのお姿目に焼き付けます。さあ、この私の活躍と口上、脳裏に刻み込むといい。私はメグミンと言います。よろしくお願いします。すごい威力の爆裂魔法。あれ、なんかメグミンが普通なんですけど。そんなはずはありません。もう一度いきます。私はメグミンと言います。よろしくお願いします。とっても強い爆裂魔法を打ちます。うん、兄ちゃん頭おかしい。おかしくありませんよ。私にも何がなんだか。まだ私が名乗りを上げてる途中だというのに。めぐみさん危ない。はぁ、はあ、しつこいゴーレムだったな。おい、めぐみん、どうして名乗りの向上が言えないのでしょうか。この私に一体何が。さっぱり原因がわからないね。まさかめぐみんが名乗りすら上げられなくなるとは。さっきの大会でも調子が悪かったのはそのせいか。姉ちゃん、よしよし。あの、めぐみんさん、元気を出してください。その衣装だってかっこいいですし、理由さえわかれば。だからこそです。せっかくふさわしい言葉を考えていたというのに。ん、服の袖からなんか紙切れが落ちたぞ。禁断の魔道具説明書。めぐみんが地下格納庫で使った魔道具のもののようだね。読んでくれるかい。この魔道具は使用者の力を引き出すものです。しかしその代償として使用者の望むことができなくなります。
え？なんですかそれ。なるほど、ガテンが言ったよ。かっこいい口上やポーズはメグミンが望んでいることだからね。この衣装を着てるせいでそれができなくなったってことか。理不尽！何ですか？その辺で拾った魔道具ごときにこの私の崇高な願いが邪魔されるなどあってはならないことですよ。負けませんからね。見ていてください。あたいはメグミン、ちょっとおしゃまなコウマ族てへっ。ダメだ。姉ちゃん、かっこよくない。コフッコにまで言われた。どうしましょう、お兄様。メグミンさんは元に戻れるのでしょうか。ずっとこのままってこともないだろう。多分。この巣場、金髪のお姉ちゃん、すごいやる気。かっこよさには自信ある。でも姉ちゃんはもっとかっこいい。金髪のお姉ちゃん、すごいやる気。